次のニュースです。先日阪南大学教授倉橋学さんが遺体で発見された事件で、警察は同僚で妻の倉橋めぐみを殺人の疑いで逮捕しました。なおめぐみ容疑者は容疑を否認している模様です。ニュースで報じられたある事件、果たしてその真相は。裁判員推理ゲーム、有罪無罪。自殺に見せかけて殺害し、保険金を手にしようとしたのです。私は殺してません。検察官の想像に過ぎず、明らかな事実誤認だ。実際の事件を彷彿とさせる緊迫した世界、そこで目の当たりにする様々な人間ドラマ。殺人か自殺か、一体どちらが真実なのか。裁判員たちの間でも事件について様々な憶測が飛び交う。事件のファクターをそれぞれ話し合い、有罪か無罪かを見極めていくのだが、他の裁判員が見落としている事実を突きつけることで、裁判員たちの意見にも変化が現れる。全てのファクターを評議した結果、ついに判決が下される。被告人の運命を決めるのはあなただ。謎に包まれた数々の事件、有罪か無罪か、真実の裁きを下せ。裁判員推理ゲーム、有罪無罪。5月21日発売予定。